私の2020年キャンプライフ、それはキャンプ仲間のロッキーとの理想的なスノーキャンプという幸先の良い幕開けだった。続いてソロキャンプ、新しい仲間との大焚き火、一ノ瀬高原でのソロキャンプと順調に回数を重ね、前年を上回る動画制作を期待していた。しかし、全世界が未知の脅威に脅かされ、行動の自粛を余儀なくされてしまう事態に、この事態は私にこの言葉を思い出させる。自然は人間を必要としていない。人が自然を必要としているのだ。自粛期間中はアウトドアギアのレビューや道具のメンテナンスなどに精を出し、キャンプ再開の時を待った。そしていよいよ緊急事態が解除され、自粛期間を取り戻すかのようにキャンプに出かけ、新しい道具を試したり、スキルを磨くことに没頭し、2021年はどんな年になるのだろう。